皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時の生放送です。桜ライブ君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて本当に嬉しく思います。今週心に残ったこと、なんといってもリオオリンピックでの内田晃平さんたちの大活躍です。内田さんがこういうふうに言っていました。君が代は声が裏返るまで歌ってやろうとみんなで言っていた。大きな声で歌えてよかった。まあ、この言葉本当に嬉しく思いましたけれども、考えてみたら他の国ではこんなことは当たり前の話なんですね。そしてこの内村晃平さん、こうも言っています。その1番目2番目をこう2番目で追いかけていたわけですけども、いつもの練習では絶対にミスがなかったので、練習だけを信じて着地は絶対止めてやるという強い気持ちで行ったと。あとは練習通りの気持ちで行ったと。まあ、内村さんのこの言葉、本当にいろんな意味で私の胸に染みました。皆さんもいかがでしたでしょうか。さて今日はですね、南シナ海、東シナ海、大変な事態が起きています。東シナ海、私たちの海は今これからどうなるのか、このことについて中国のこの傍若無人の振る舞い、国際法無視の振る舞いをどのように解釈し、私たちはどのように対処していったらいいのか、太田文雄さんをお招きいたしました。こんばんは。こんばんは。太田さんと私は国家基本問題研究所で一緒にいろんな研究をしていて、まあ、企画員でもいらっしゃるし、太田さん、防衛庁で、情報本部長をお務めになりましたですね。まずですね、この南シナ海、東シナ海で起きていることの現状について、ちょっとどのように考えたらいいのか、まあ、これ、よく見る地図だと思うんですが、中国がこの赤い線の内側、九段線は全部自分のものだという、これに対して7月12日に、ハーグの国際司法裁判所が、この九段線の国際法の根拠はありませんと、歴史的な所有権の根拠もありませんと言って中国の主張を全面否定しましたけども、中国はそんな裁定は紙くずだと言って聞かないわけですね。でしかし中国、このような体制を整えてですね、中国のまあその南シナ海、そして東シナ海における、まあ、非常に強い軍事力の背景がここにあるわけですが、太田さん、これちょっと説明していただけますか。はい、中国は弾道ミサイルをですね、はい、長射程のものをたくさん持っておりまして、はい、でそれでこの東シナ海も南シナ海もほぼ全域をカバーする、全部入ってますね、日本ですから、体制を取ってるんですね。はい、でまあ、これに対して日本とか韓国はそういった弾道ミサイルも持っていませんので、もう完全にこれは非対称の戦力だということで、我々は非常に懸念しております。うん、はい、でこの南シナ海でですね、彼らがその行っていることをちょっとここで見てみたいと思うんですけど、これまあ南シナ海で、北の方にあるこれがまあ、中国語で西沙諸島、はい、まあ、私たちはパラセル諸島というふうに呼んでいますね。はい、でこっちがフィリピンに近いところ、マレーシアなどに近いところで、これがスプラトリー、彼らは南沙諸島と呼んでる。でここにまあ、台湾があってフィリピンがあって、ここに近いところにスカボロー諸島というのがあるわけですが、これ3つを取ってしまうとどうなるんですか。はい、戦略的な三角形の中に、この赤い三角形の中に、はい、この海南島に、はい、ここね、戦略的潜水艦の基地がありますので、はい、その戦略的潜水艦を誘惑させて、うん、アメリカ本土までに飛ばせるような弾道ミサイルをそこでパトロールさせるというふうなことが可能になってくると、うん、この海南島そのものが中国第二の海軍基地になっていて、はい、そうですね、はい、巨大なその海底の、はい、潜水艦基地があるところがこの海南島ですよね。はい、そうです。はい、でここを含めてこの3つのこの中に深い海があるわけで、そうですね、はい、この深い海に、はい、原子力潜水艦に、核を積んで、はい、沈めておいて、はい、ここからアメリカ大陸まで攻撃できる、はいはい、
この能力を中国が持つということはどういうことですか？はい、アメリカにとって中国の第二撃力ですね、すなわち大陸間弾道弾で、それを全滅させたとしても、生存できるその潜水艦によってアメリカ本土を攻撃できる能力を持つということで、非常にアメリカにとっては怖いことだというふうに。そうですね。で、はい、今私たちはこれ南シナ海こう全体像として見て、大きな軍とこうやって中国が取ってるんだという全体像を見てるわけですが、これを小さい、この中 の南の方のスプラトリーにあったスービショーというところで、スービショーリーフ、これ、今年の7月24日ですね、これどういう写真なんですか？これはCSIS と言いまして、アメリカの国家戦略研究所が出している、アジアマリタイムトランスペアリシーイニシアチブということで、の海洋における透明度を高めるためのイニシアチブと、ディジタルグローブという衛星写真でですね、撮っているんですが、実際にこの飛行機が並んでいるのは、飛行機はイメージとしてこうちょっとカメラさん、これこの飛行機ですね、しただけなんですが、これ実際の飛行機ではない、実際の飛行機ではないんです、イメージとして入れてるんですけれども、この戦闘機、あるいはさらには爆撃機、空中給油機、こういったところがすっぽり入るようなサイズの格納庫をすでに配備しているということから、習近平主席は昨年の9月に南シナ海を軍事化する意図はないというふうに言ってるんですけど、それは真っ赤な嘘だということが、これで証明される。これはスビショーなんですけれども、これだけではなくてミスシーフも、それからフェアリークロスも、いろんなところにですね、こういった形の滑走路を作っているという状況であります。南シナ海のこの島々にですね、3000メートル級、これも3000メートル級ですよね、の滑走路がもう3本できていることは私たち確認しているわけですから、そこにはいずれもこのような格納庫ができて、これが戦闘機、爆撃機、というものがその収納されるようになっているということですね。これがじゃあ南シナ海の全体像とその個別の島々の実情を見たわけですけれども、このような軍事化を進めるということは、もう中国がですね、フィリピンとかインドネシアとか、そのベトナムが、これ我々の島なんだ、我々の海なんだというのをお構いなく、もう奪い取ってしまって、ここまで作ってしまったという、実績が南シナ海、じゃあ東シナ海はどうなるのかということをちょっとここで見てほしいと思うんですが、これちょっとしばらく前の、しばらく前といってもですね、6月の9日のイメージですね、今日がもう8月の12日ですから、約2月前ですけども、この時に、これ、尖閣諸島、これが魚釣島、私たちが言う、いつも言ってる魚釣島ですね、で、大正島と久場島があって、この間のロシアの船が軍艦が通っていった、その後自衛隊の海上自衛隊が監視で追いかけていった、すると中国も北からですね、こう来てこういうふうに言ったんですよね、接続水域を取っていた。そうですね、で中国の太田さんね、軍艦でしょ、軍艦が初めて入った、これどういう意味で思いますか？その後ね、いろんな軍艦が入ってきたりしましたね、今まで中国の公船という形でですね、海上保安庁のような船がですね、何回もその接続水域あるいは領海をも心配していたんですが、それからさらにエスカレートして軍艦をも入れるようになったという意味では、中国のそのサラミスライシングストラテジーっていうんですかね、少しずつ少しずつその既成事実を作っていくと、サラミをこう一枚一枚薄くこう切って、取ってしまうように、気がついたらほとんど取られちゃったという、でそれのその一つのステップがこうグレードアップしたというふうな解釈を私はしております。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表する
コラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和之です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。